でまずこの曲においてですけども、この最初はずっとアス音がずっと同じようになってて、で今度それが、ギス音に変わっていくんですね、でこれがこの曲を通してずっとそれをその優美なポンポンポンというのがこう貫いていくんですけども、この音の弾き方がまずは この曲は、なんつうかな、あんまりこう目立ちすぎちゃうと、困っちゃうという、なのでしかもその音が小指かなんかで来るんですよね、まあもちろん最初とかは4を使っても構わないんですけども、だから一番大事なのはここの音の出し方が、でしかもこれハーフタッチでいいと思うんですね。上まで鍵盤を戻しすぎちゃうとゴーンゴーンってすごい音になってきちゃうので、鍵盤をむしろ半分ぐらいまで上まで戻さないうちにもう次の音がこう、次の音を弾くような、それでもちろん手首はものすごく柔らかくしとかなくちゃいけないんですけども、それがうまくいくと非常にこの音がずっと曲の最後まで貫いて、普通こういう風に楽譜書かないんですよね。だってこれ8分音符系のところに2分音符ポコって入れてますから、これはだからドゥントントン、要するにドント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 ンってずっとこういうのをやる中に和音の音ポーンって入れてるから、この音型になって、結局こっちとこっち沿わせたいから2分音符で書いてあって、直筆がこうなってるのか後からこうしたのか、ちょっと僕またちょっとすいません勉強不足でわからないんですけど、基本はこのラの音をずっとなしで弾いた時にですね、こう出していかなきゃいけないラインっていうのが全部あると思うんですよね。京先生できるこのアスだけ弾かないっていうの、この音弾かないでゆっくりでいいからさ、ごめんなさい、下のこれ言うの、これはね、ラシラはね飾ってるからいらない。ラーラドーン、これはいるんだ。そうそうそう。アスの音をね、まず最初ね弾かないで弾くと。これを弾く子は例えば小学校の低学年なんかいませんから、いないですよね。弾ける子だってかなりの天才ですよね。ある程度じゃあ力量がついてきて手も大きくなっていろんなこと考えられるんだったら、このずっとこの曲の一番特徴であるこの雨だれと言われている音をカットして音を拾っていくと、なんか見えてくるものありますよね。